はい、ゆっかさん大好きタラちゃんです。今日はついに今日8月29日ということで、以前お話ししたこの深澤さんの待ち受けにして、まあ、ラボが当たったのかどうかの検証結果をしていきたいと思います。もう今朝から死にそうです。一切 SNS 見ないで来てます。でも今日は渡美さんと見れるってことだったんで楽しみに。絶好調だからね、渡美が。だから渡美さんの力に。私じゃないじゃん。だってこれあなたふっかさんの待ち受けにして、それがこうご利益があるかないかどうかでしょ。私のご利益なんていらないじゃん。あなたのふっかさんや深澤さん、深澤くん、どっちだっけ。深澤くんです。そう、深澤くんの力で。でもそれ、あなたの iPhone の待ち受けもう一回だって、もしかしたら、あ、しっかり深澤くんにしてますね。ちゃんと録画面開いてもこれです。かわいい。いいじゃない。じゃあ私ここでこうやって見守っていいわ。でも早速、まあ、そう、早速よね。早速していかない。早速だって深澤、だってもしかしたらやっぱさ、深澤くんのやっぱ力があったらダブル当選してんじゃない。だからダブル当選してるか当選してるかの二択でしょ。はい、うん、もうやばいな。見て早く。はい、開きます。いやでもドキドキだよね。さっき本当に泣きそうになって。ドクドクドク。え、嘘。え、もう見たの。え、何。あ、もしかしてあれ見れない系。サボ落ち系。嘘、嘘ついた。いや、いけます。いけた。抽選結果ご案内中になっております。おめでとうございます。まだ当たってない。まだ当たってない。まだ当たらまだ思っちゃった。で、まず私多分何公演だ、1、2、3、なんか9公演しか覚えてない。9公演だ。でもそれは自分が行ける公演を応募したんでしょ。素晴らしいよ、オタクとして。それはそれで行ける日、本当に確実的に行けるだろうなっていう日付を応募して、でまず、はぁ、うん、今の気持ちを言った方がいいよ。無理。楽しみというか。やっぱね、自分はやっぱ本現場ってこうなっちゃうよね。でもやっぱそれでこそやっぱふっかさんに、深澤くんに会いたいっていう気持ちがね、すごいそうさせてる。泣きそうです。じゃあ泣いて。もしも願いが叶うなら、やばいです、本当にやばい。その息をしない。泣いてます。取ります。開けます。大丈夫ですか。はい、どうぞどうぞ。開けていきます。あで、そしたら先に欲張りの歌いたい歌歌っていいですか。はい。もっと君に恋したい、好き好き成人。この辺のテロップで、昨日と一昨日ストップリのライブに参戦したおたびは、あのストップリモチベが高いですみたいなのが多分入ってると思う。ここにね。そう、はい、どうぞ。さあ見ましょう。はい、欲張り公演から。一番さ、当たってほしいところから見るタイプ。じゃあ上から見ていくタイプだよね。上から。で分かんないじゃん、だって分かんなくなっちゃわない。上から見ていこう。上はどこなの。積水です。積水、はい。何月何日。積水12月8日と2月9日と12月21日の愛知公演。はい、まあ、とりあえずもう行っちゃおう。行きます。行っちゃおう。なんだっけ、最初はグーじゃんけん、あれなんだっけ、ジェシーのドラマ。最初はパー。あ、最初はパー。最初はパー、頭もパー。はい、どうぞ。爆戦です。あ、もう見たの。どのタイミングで見る。なんかもう、いや、いいけど。まあでも、そんなさ、1個落選して、だって一番行きたい公園じゃなくない、絶対。それは一番行きたい公園は横浜アリーナ。横浜アリーナです。じゃあ、大丈夫。さあでも、うん、次が、うん、横アリの7日の6時公演と、うん、もう次はもこまない、うん、の一時公演。でも何でもいいよ、次開けちゃおうよ。はい、うん、開けます。最初はパー。はい、はい、6選です。それどこ開けたの。あの、横割りの6時公演のやつです。うん、まあ、横割りの6時公演もダメだったけど、だってさ、深澤さん、深澤くんが見守ってくれてるんでしょ。はい。深澤くんのことを信じない、ダブル当選するって絶対。
や次で最後です。え、次で最後、え、どういうこと。3項目しか応募できないんで。3項目しか応募してないの。じゃないです。最初に、うん、第一希望の積水の、あ、第一希望、第二希望、第三希望の話で言ってるの。そうです。え、じゃあ3個しか応募してないの。そこしか行ける場所がないんで。あ、そうなんだ。行ける場所を絞った上で、うん、応募した。え、じゃあ次がもう最後です。待って、9個あるんだと思ってた。え、じゃあもうラスト、ダブル公演、ダブル当選なんて絶対ないってことだもん。でもじゃあ最後はだって深澤君のことを信じて、いや、ここはもう本当に、え、もう、え、自分で見れるの。いや、無理。それ次はどこなの。それ本当の本命です。あ、本当の本命はどこなの。横割りの7日の1時半。横割り7日1時半、13時半。でも、あなただって自分で今日ツイッターとか全部見てないでしょ。一切見てないです。まあまあ、それはまあ置いといて。怖すぎて何も見れてないです。でもそれも怖くて見れないんじゃない。はい、でも見なかったら落ちてるか当たってるか分かんないから、それはそれでいいんじゃないの逆に。でこれ逆行きます。あ、まあ、あ、でも入金しないといけない当たってた場合で。そうだ。え、深澤君を信用しないと。信じて、深澤君を。深澤さん信じてもお願い。本当にお願い。一緒に見てたい。じゃ何にも言わないで、当たってても当たってなくても。え、じゃあ開けます。うん、見る。私たちの顔で判断してほしい。いきます。はい、ごめんなさい。はい、え、すごい、マジでやばい、やばい。待って待って待って、手が震えてやばい。え、深澤くんすごいよ。だって一回冷静にならなくていいよ。全然冷静にならない。そのまま、もうそのままの、そのままのタナちゃんをどうする。ちょっと見せて。そことここで企画すればいいんですよね。びっくりした。手震えてやばい。今日でめっちゃ耳が荒られてる。こんな感じです。待って、待って、見せられない。おめでとう、マジで、ダナちゃん。やばい、待って、手が震えて。すごくない。おたらさん、手が震えてやばいです。じゃあ私が代わりにさ、じゃあこれね、当たってるところをね見せて。え、たらちゃんおめでとう。すごい、待って、え、なんかさ、え、すごいんだけど、まだ未入金だよ。そりゃそうか、整理番号。あ、ほら、見て見て、見える、見て、第一希望当選。あ、やばい、見せちゃいけない番号見せてた。そこはモザイクとかなんかでうまいことカットして。第一希望当選に未入金、ほら、神奈川横浜アリーナ13時半。え、すげえ、マジですげえ。おめでとう。え、もうそのままで、そのままそのまま、これがスノーマンのチケットが当たった人の後の感じに的な。ちょっと落ち着いたら連絡して。連絡携帯に。あ、携帯に。ああ、え、それ何枚で応募したの。え、ここの公園ですか。そうそうそう、3です。3枚なんてないでしょ。第一希望、第二希望、第三希望の、違う違う、じゃなくて。これ1個と2個。え、そう、何枚で応募したの。2枚です。じゃ、それ私がいけるってこと。え、やばい、私ちょっと気がついたけどさ。やった。だって私も約束してたもん、横浜アリーナ当たったら一緒に行こうって。一緒に行こうって。で、まだ、でもまだ私見てないから、もしかしたら2回いけるかもしれない。え、すごい、やった、なんか私のスノーマンのライブ参戦決定。イエーイ、やった。なんか私の IT めっちゃついてるんだけど。え、じゃあこれ私の開封動画とかいらなくない。まだやってないけど。え、でも本当におめでとう。すごい、私もいけるって。
じゃあもううちこの店その日金曜日スタイリスト一人もいないじゃん。確かに。やばいよ。すごいからね。じゃあタラちゃんもすごいけどやっぱ深澤くんすごくない？いやなんか今だから言うけど、あなたがなんか何も見てないっていうからあれだったけど、なんかツイッターのトレンド見てみ、まだ残ってんじゃない？残ってる子多分。ツイッターのトレンド。トレンド。その全滅。ほら一番上にはちょっとそれ見せないとちゃんとトレンドの一番上。トレンドの一番上。その前日。待って。前日。前日全滅。すごいだらか。やばい。待って、しかも今あれなんですよ、聞いてくださいよ、カウントダウン TV で、スノーマンがライブ中なんですよ。あ、今？あ、そうなの。それを無視して動画撮ってるの。素晴らしい。ちょっと。深澤くんです。一応これ YouTube の開封動画なんですけど、タルちゃん。開封動画っていうか、深澤くんの待ち受けにしたら当選だ。深澤さんはなんて言ってたの？深澤さんは、待ち受けにして頑張ってねって、頑張ってねとしか言ってなかった。あなたが聞いた話と違う。これにしたらもう当選。その1個前に深澤さんがみんなに対して大変だよね、ごめんねって言ってたんですよ、ブログで。その発表されたことに対して、ごめんねって言ったんですよ。なんで発表されたのにごめんねって言ったんですか？みんなしんどいよねって言うんだと思うんですけど、で勝手なことは思ってますけど、でそれでスノーマンの深澤さんの時からしたら、深澤さんはそれを使れば当選するよっていう意味でやってるっていうふうに深澤さんは全員思ってて、まあそうだよね。お客さんでも深澤さんのお客さんって、だとしたらその検証結果をさ、これで全部そういったくだりをさらっと説明して、さらっと説明できるかな。もうでもまあそれ前回の動画見た人は分かってるわけでしょ。でまあそうやって深澤さんがそのブログでその僕の昔の写真、七五三の写真です。を待ち、ぜひ頑張ってみてくださいって、ぜひ頑張ってみた結果じゃん。もうこれサムネ確定じゃん。このなんだっけ、深澤の七五三の写真を待ち受けにして、ぜひ頑張ってみた結果当選、大好き棒当選しました。すごい、マジでこれ検証結果すごすぎない？だってトレンドで全然続いてるんだよ。すごい、マジでおめでとうしか言えない。でもおめでとうで便乗していける私はラッキー。やっとイエイイエイ。サックに会いに行きましょう。でさ、初生さっくんって言おうと思ったけど、初生さっくんじゃなくて滝沢ファミリーだってたもん。でもあれはささっくんじゃないじゃん。あ、もうライブのさっくんえぐいですよ。そうだ、もうやばいって急にグッてきたんだけど、なんかすごいこみ上げえと思って、レベチですよ、ライブのさっくんは。レベチ、でもレベチだと思う、確かに。でも私のお城今日もだから。最近お旅やばくない？なんかストップリ行ったり、スノーマン行ったりさ、アルマフさん行ったり、メンチカ行ったり。おたびさん、オンリーワンで、あけまちゃんが全部遊びだから。でもさくまさんはちゃんと見に行きました。さっくんはあけまちゃんの幼馴染だから、はい、大事な幼馴染。頼む、めっちゃ頼む。ちょっとスノーマンのアカウントとか聞かないと。聞きましょう、聞きましょう。かすんで。いいか、ありがとうございます。すごい、マジで。いや本当に、いやもうずっとそうしてたら、なんかサラサラみたいな。今日マニアで T シャツ着てきたんですよ。じゃあもっとバーンって出しちゃえね。マニア。でもこれ後ろなんですよ。そうだね。後ろ。背中がじゃあ人生の人格をイメージしてきた、深澤さんの。はい。マニア。マニアです。深澤さんがこういう格好だから人生で。いやでも本当に、すごい。こんな、本当に失礼なこと言うと、待ち受けにしたって当たるわけないじゃんと思ってたの。そう思ってました。いや、申し訳ないと思ってたよね。そう、で、しかもだって3公演しか応募しないよ。でさ、なんか9公演とか言ってるけど、第1希望、第2希望、第3希望で、それで3つで 3×3 とか言ってるけど、だってスノーマンの公演で第2希望と第3希望当たるわけないじゃん。だからすごいよね。で、しかも一番行きたいとこ当てたんですよ。やばくない？最初はグーパーでしょ。何言ってんだ。まあまあまあ
いやでも本当に多分見てる人にはタラちゃんの喜びが全開で伝わってて、まあ確かにね全滅してる人がいるとは思うけど、すごい、本当にもうすごいね、本当にタラちゃんすごいと思う、本当にそれだけ。明日から勝負なんですよ。明日勝負、スノーマンのグッズが発売されるんですよ明日から。あ、じゃあもう寝ない、朝5時でしょ。絶対もう5時に買わなきゃダメじゃん私のやつ。でも出てんの？もう毎日見てたんですよ、そしたら明日から発売って書いてあって、違う違う、その商品もう出てないです、明日から全部出ます。商品出てないのに朝5時から発売して、あのマーケットあるじゃないですか、あそこに明日から出ますよっていうのが書いてある、出るっていうのはその商品が出るだけじゃなくて発売します。やばいじゃない、商品は出てないのに。なんかあれぜラグなかったっけ？ないの、今回そのまま。でももう絶対手に入れないとダメじゃん。私の分も買っておいてもらっていい？さっくん買います。大体なんか買うだろうなと思う、はい、買っといてくれたらお金は払うから安心して、はい、すごい、待って、すごい、いやダメだ、すごい一言だ、一言だと思えないぐらい、まあもう一言じゃないか、一緒に行けるから。これです、これです、これです。スケジュール、ライブツアーラボ販売スケジュール、あ、本当だ、明日からしか書いてなくて、でも、それ以外書いてないんですよ。絶対やばいじゃん、戦争じゃん。だから明日の本当に5時からもうパーってやんないと。いや、やって、いや、いいと思う。おめでとう、マジで。今回の一応の道がいいことをお願いたい。いや、いつだって深澤くんは美人いいじゃないですか。安定ですよ。おめでとうございます。すごい。嬉しい。すごすぎる。はい。じゃあこんなもんでいいんじゃないですか。おたりさんのは。私のは私のでやるんで。あ、さっきまだ開けてないんで。いや。これで私も当たったらやばいね。